はい、今回はですね、初めてのいちご飴作りをしようと思います。じゃーん。なんか電子レンジで簡単にできるらしくて、やってみようかなというような気持ちでおります。で、竹串がね、うちにあったはずなんだけど、なくて急遽竹串なしのシンプルいちご飴で、いちごちゃんをヘタ取っていきます。なんかさ、本当にリアルいちご飴作ろう。リアルいちご飴、こうなったらこのさ、この単体でいちご飴にすると、で、こう一口でいけるよみたいな、よくない？そういうタイプのいちご飴にするか。え、何個作ろう。一口ならマジ無限にいける気がするっちゃけど、今何個、生でも食べたいけん、とりあえず何個か生で食べよう。まあいいや、このぐらいにしました。このぐらい、ちょっと洗います。念入りに洗ってきました。 OK。 じゃあ次は飴作り、大事なクッキングシートを敷きます。ここにとりあえず敷いとこ。パルスイート、これ液体なんですよ、もともとが。でもさ、これじゃ絶対固まらんよね。固まるんかな、どうなんやろ。まあ、試しに温めてやってみたいと思うんですけども、でもさ、今さ、冷たい時点でさ、固まってないわけやん。液体タイプなわけやん。ってことはどうなるん。無理本当にできるかいな。とりあえずこれを入れて、え、これできるん、マジで。水混ぜてグツグツしたらいけそうじゃない、レンジで。で、これに水ちょっと入れて、これチンしてみたいと思います。グツグツします。チンは様子見ながらやっていきますね。スタート。さあどうなるかな。グツグツめっちゃ鳴りよる、やばい、沸騰しとる。チチ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 チ、なんかさ、ドロドロでもないっちゃけど、サラサラなんやけど、できるんかな。これさ、絶対できんよね。サラサラすぎるもん。こんなサラサラなもんけ、普通。え、何が正解かわからんけど、できる気配がない。砂糖水についたいちごって感じ。ついでに爪楊枝も買ってきます。今日の買い出しもできたので一石二鳥です。爪楊枝とこの砂糖を買いました。完璧、もうできるぞ。この子に入れていきますね、砂糖。砂糖結構入れた方が良さそうやない？切るわな、ちっちゃすぎたやろ。切るわ、切るわ。結構いるよね、高カロリーやね。よし、かなり大量の砂糖を入れてみました。これにお水を混ぜてチンしていきます。次こそ成功やろ。こうなるよ、砂糖固まらんかったらいいやけ、もうちょっと砂糖入れようかな。怖くない、入れすぎ。マジ調べろって話よね。でも何グラムとか測るやつないっちゃんのうち。マジ料理は全部目分量。よし、1分ぐらいやって様子。2分しよう。はい、その間にパッパと準備。いちごに串を刺していきます。串刺しのジュース。ぽくない、ぽくない、もうぽくない。うちの猫暴れてる。ほら、ぽい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 。うわー、助手力上がった感じする。超テンション上がる。結構量あるね、一口サイズ。はいはい、全部串出し完了しました。はい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 、はい、飴ちゃん、これが飴でしょ、いわゆるこれが飴でしょ。じゃあいちご絡ませていく、いくよ。うわ、なんかこれでサラサラしとるよ。大丈夫、もっとドロドロしとるもんやないん。やっぱ砂糖の量足りんかったかいな。砂糖プラスするわ。
もうグダグダすぎん私のこれ。よし、ちょっとこれでもう一回あれするわ。行ってきます。1分ぐらいにしました。次は水入れすぎか、シンプルに。次こそお願い、次こそお願いよ。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。なんかトロッとしとうよ。良さそう良さそう。アメカラメルのうまくない？初めての手つきと思えんよ。正解わからんけど。やばー、めっちゃテンション上がってきた。本当にこれアメになるん？やばい、もう手つきがアメ職人や。ダブルでいくからね。かわいいかわいい、どうしよう、かわいい。一応できました。これ多分これでいいんじゃない。完成。これいい予感や。冷蔵庫でもうね2時間3時間ぐらい冷やしたんだけど、てかね、まさかのこと言っていい？カチカチじゃない。まあ私流いちご飴ってことで、ちょっと初めてなんで失敗してしまったんですが、次は成功するように頑張りたいと思います。え、なんで、ひどい、もうなんかやだ。ちょっとマジリベンジ近いうちにします。いちご飴もどきいただきます。うまいんだわ。バリバリうまいんだわ。でも甘い、超甘い。いちご飴もどきやけど飴のように甘い。マジ惜しいよね。ちょっとほんと砂糖を、てか今回の失敗点は水が多すぎた。だから次はマジで水を減らして砂糖の量多めでやります。いやもうリベンジしよう、これ絶対。悔しいもん、焼き食いだわ。うまい。これのためにさ、昼も食べんでお腹すかしとったのに。あのね、量まあ美味しいけんけど。美味しかったです。すごく甘くて美味しかったです。そりゃ美味しいよね。なんですけど、あのパリパリカリカリみたいな感じにならんくても理想のいちご飴できんくてものすごくショックなんですけども、絶対リベンジしようと思います。はい、そんな感じで今回もご視聴ありがとうございます。このような結果になってしまい申し訳ありません。もしアドバイスとかあればぜひコメント欄にお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。砂糖9対水1より全然少なめっていうと、砂糖ほぼ 9.5 で 0.5 水みたいなぐらいのレベルでやりました。なんか今回うまくいきそう。こんな感じです。次の日です。やっぱ悔しくてやってしまった。楽しみ。これとか見ると分かるっちけど、砂糖が完全に溶けてなかった部分があるかもしれん。でもね、見て、ほら硬いとって。すごい硬い。